こんばんは、公認会計士税理士の山田真也です。今日はですね、持続化給付金や雇用調整助成金の不正受給をすると恐ろしいことになりますよっていう話でございます。内容は、どういう重いペナルティがあるのか、なぜバレるのか、不正受給などケースですね、あと不正受給かどうか微妙なラインについてお話ししていきます。今回ですね、このコロナの関係で持続化給付金、雇用調整助成金、ものづくりを補助金、テレワーク助成金、あとこれ東京都とかだと、感染拡大防止協力金などなど、いろんなね、補助金、助成金、給付金、様々な助成金、補助金が、出てきております。で、初めてって方もいらっしゃると思いますので、実際ね、どういう感じで不正受給が起きてバレて、ペナルティがあるのかって話を、していこうと思っております。で、不正受給のペナルティ例なんですけども、一般的に不正受給がバレると返金プラス加算金ですね、年 10.95% とか、あと名前が公表されます。で、交付がね、あと5年間停止とかなって、そもそもね、公共事業とかの指名が停止になります。そして悪質だと刑事告発ですね、詐欺罪に問われます。で、実際にですね、例えばこれ経済産業省さんの例なんですけど、ペジコンピューティングとかね、有名なところもありますが、こういったですね、名前とかいろんなものが公表されてしまうと。で、有名なケースで言いますと、例えば森友学園とかですね、あと病院のね、診療報酬の不正とかよくニュースにもなりますよね。あと一般的なニュースになりやすいのが、このね、親が死んだんだけど隠してて年金をもらい続けてましたっていう不正受給ですね。あと生活保護も不正で受給してました。これなんかね、よくニュースとかで見ますよね。で、同じようなことが、今回の持続化給付金とか雇用調整助成金でも起きるんじゃないかろうかというところですね。じゃあ持続化給付金について、どういうふうな、不正受給の、プログラムが作られていることを申しますと、まずですね、給付の後ですね、関係書類の提出とか事情聴取とか、あと立ち入り検査とかがあります。で、その結果不正受給だねっていうふうに認められたらですね、返還しなさいと。で、延滞金ですね、年 2-3% 延滞金つきまして、これらを延滞金も含めた金額のプラス 20% 請求されます。だからちょっとペナルティーとしては重い、さっきのね、加算金 10.95% っていうよりちょっと重たいですね。そして法人名とか屋号が公表されます。で、悪質だと刑事告発されます。これが詐欺罪ですよね。で、雇用調整助成金に関しては、こちら歴史がありますから、もう過去の事例がたくさん出てまして、例えば、事前連絡なしで職員さんが訪問に来ますと。で、そこでバレるとか。あと、従業員が労働局に相談した結果バレるとか。あとですね、労働局の方から、従業員のアンケートがあるんで、従業員のアンケートをね、電話とか郵送とかあるんで、その従業員のアンケートの結果、休業してるって言ってたけど、本当は働いてましたとか、ね、教育訓練受けてるって言ったけど本当はなかったとか、本当は休業って言ってるけど有給が消化されてたとか、こういう不正があってバレると。で、バレた結果、返還プラス延滞金プラス 20% って、この持続化給付金と同じパターンですね。で、法人名とか事業主が公表されるんですが、ひどいとね、詐欺罪として刑事告発されるのは一緒なんですけども、こちらですね、もう実際ですね、やっぱ公表されてしまうと融資が止まってしまう、銀行から取引が止まってしまう、取引先からもですね、取引から外れてしまう、打ち切られてしまう、こういった事例もありますので、リスクとしては非常に大きいです。で、今回各地域ですね、休業した場合補助金ね、助成金、協力金、出てますが、例えばこの東京都感染拡大防止協力金の場合ですと、まずもう事前に店名とか施設名は公表されてるんですね。こういうところが休業に協力してくれましたよと。で、公表してる結果、仮にそれでオープンとかしていたら、垂れ込みが来るわけじゃないですか。あの店休業を、ね、してるって東京都のホームページにあったのに実際改定してましたみたいな、そういうのもあったりすると、都の検査とか報告とか是正措置があって不正が発覚した場合は、返金プラス同額の違約金ってこと で、東京都の場合ね、1店舗50万円ですから、50万円返してさらに50万円を違約金として払うと、いや倍返しですね、倍返しだっていうのが、まさにここで起きるというところで、非常に重いペナルティとなっております。で、実際先ほどちょっと出ましたけど、どういう風な感じでバレていくのかと言いますと、流れとしてはですね、まず税金などですね、雇用調整助成金の場合は雇用保険料からなんですけど、税金などから各省庁
が、まあ、いろいろ法律作りまして、で運営機関に経由して会社とか事業主にお金が渡ると。まあ、元々って言えば税金なので、当然無駄遣いとかですね、不正事故は絶対許されないわけですよ。税金ですから。でそれがあって、まあ、例えばですね、会計検査院とかがね、まあ、省庁を調べてる間に不正事故が発覚するとか、あとですね、こちら行革って書いてますが、行政改革推進会議というのがありまして、で僕はここのそこのワーキング、グループの委員なんですけども、僕らももう年間何十本という補助金助成金を見てます。制度を見て、で多く払ってる人とかね、そういうのも見て、不正がないかどうかをチェックしてます。でさらに、一般の皆さんもですね、あそこなんか不正でもらってるらしいよみたいなことを、まあ、運営機関とかに言ってタレコミが流れて、まあ、バレるとか、あと、まあ、マスコミですよね。まあ、今回ね、特に、まあ、給付金、助成金の不正とかはね、マスコミもね、取り上げたいでしょうから、ネタとして。なので、こういったですね、様々な人たちが見てるっていうことを思ってください。ちなみに、この不正受給っていうのは、じゃあ、もらったお金返せばいいんでしょと。1.2 倍まして返していいんでしょって思われがちなんですけど、実は、不正受給っていうのはそもそも、虚偽申請をした時点で不正受給です。だから、お金をもらえるかもらえないか別として、虚偽のものを出したらその時点でアウトなんですよ。その時点で何らかの罰則があるというふうに思ってください。で、3位ですよ。まあ、お金もらいましたと。でも、不正受給したまんま、なんとか逃げれないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば経営破綻した場合ですね、先取り特権というのがあるんですけど、税金って絶対払わなきゃいけないんですよ。他の従業員の給料とか債権者への払いとかもさておいて、経営破綻したらまずは税金を払えと。まあ、こういうね、ルールがあるんですが、補助金も同じ感じです。税金の次に絶対払わなきゃいけないのが、この補助金助成金などです。まあ、これ実際ね、補助金適正化法っていう法律に書いてあるんですけども、まあ、何が止まれ逃げれないと、税金と同じで逃げれないと思ってください。じゃあ自己破産したらいいのかというと、自己破産の場合もですね、この非免責債権とかあるんですけど、これも税金とかですね。で、補助金とかも含まれます。国税徴収法に基づくものは、基本的に免責されないので、まあ、仮に不正受給して、まあ、200万もらって、うははで自己破産だって言っても、あの自己破産しようが、その返還義務、返却義務はずっと残ります。そこは覚えておいてください。じゃあですね、不正受給をしないために気をつけること、申し上げますと、まずこちら、コンサルタントのルーズな意見。これね、まあ、補助金助成金関係では結構多いんですけども、コンサルタントの人っていうのは、まあね、補助金をもらった時点で、まあ、フィーをもらえるわけですから、何十パーとかのフィーをもらえるわけですから、とにかく受給しなきゃいけない。そのために、まあ、多少ルーズな、まあ、ここは、まあ、この書類はまあ、この程度でいいんじゃないですかとか、これはちょっとまあ、ごまかしましょうみたいなルーズな意見を信じたがために、不正に手を染めてしまう。で、バレてしまうっていうケースもあります。まあ、コンサルタントが全て悪いわけでは全然ないんですよ。ただ、そういう詐欺まがいだったりとか、本当にもう、なんでしょうね、いい加減なコンサルタントって方も中にはいらっしゃいますので、そこは気をつけてください。あとネット情報ですね。ネット情報もね、正しいことも当然たくさんあると思いますけど、その人に当てはまることかはまた別問題ですからね。だからネットの情報を鵜呑みにするのも僕は気をつけた方がいいと思います。もうその個々人いろんなケースがありますからね。で、これが微妙なのがね、これ窓口ですね。相談窓口で聞いたものが全部正しいかどうかって言われると、これもまた微妙で、相談窓口の人っては聞いた情報からしか判断できないじゃないですか。でも、なんかやっぱいろんなケースがあるわけですよ。例えば、ややこしいケースで言うと、昨日の夜から僕ずっとその案件やってるんですけども、例えば東京都の感染拡大防止協力金について言うと、例えばお医者さんとかって、別に休業の対象外ですよね。だけど中にはお医者さんやりつつも整体院をやってますと。で、整体院は休業の対象なんですよ。じゃあ、ね、お医者さんがやっている整体院はどうなのかっていうと、これ微妙なラインで、どうしましょうみたいなことってやっぱあるわけで、じゃあ相談員の人がどう聞くかによって答え方も変わってくるので、全体像を説明するとやっぱ大変なんですよね。そういう微妙なラインとかはなかなか難しくなってくるというのがあります。それではですね、明らかに不正だっていう事例をまず挙げておきます。データの加工とかのやつ、これも一発アウトですね。はい。例えば持続化給付金ですと、受付員をね、加工するとか、帳簿をね、加工する、偽造する、これも一発アウトです。はい。で、あと日付の改ざんですね。こちらもアウトですね。もう改ざんっていう時点でダメですね。で、
売上期間の調整、今回ね、いろんな給付金、助成金、補助金は売上が 50% 減下がったら 20% 下がったら 5% 下がったらみたいないろんな条件があるんですけども、このね期間の調整は僕はアウトだと思ってます。つまり本当は5月に100万円入ってく予定なんだけど、ちょっと6月にずらしてよとか、5月は50万にして6月に150万にしてとか、なんかそういうねずらしって基本的に僕はアウトだと思っています。それはやっぱ意図的じゃないですかね。下がるなら下がるでずっと続けばね、それはまあ理屈としてありますけども、本当に実際に実態に合わないと僕はダメだと思ってます。次に不正受給の微妙なケースなんですけど、確定申告書の出し直し、これもよくあるのが、これまで雑所得っていう扱いで確定申告してたけど、本当は事業所得ですと。だから事業所得じゃないと持続給付金ももらえないので、事業所得で去年の、ね、分を出し直したいんですけどって話は、要は正しいことに直すんだったらまあまあいいのかなと。で、また来年それでまた雑所得に戻すと、それもダメだと思います。だからそういう意味では三角です。本当に正しいことにするために正しくするのはいいです。逆はダメですよ。間違ったことにするとかね、それはダメなんですけども、正しいことをする分にはいいと思います。でそれを続けてください。そしてこれも質問が多いですね。入金日基準から仕事日基準への変更、これ売上のタイミングですね。売上のタイミング、これまで入金したタイミングだったんだけど仕事日に変更、これも仕事日に変更するのは正しいっちゃ正しいんだけど、じゃあ過去との調整をどうするのか。でそういう過去との調整で、ね、まあ、今回だけ仕事日に直しましたよだったらやっぱりおかしいと思いますし、なの要は去年と今年のね期間比較ができないっていうのも僕もどうかと思いますし、ただ会計方針の変更っていう一応会計上のルールもあるんで、まあ丸なんでしょうけども、いろんな微妙な部分があると。この辺がだからだいぶ微妙なラインっていうふうに私は思っております。で持続化給付金もはじめとして、だいたい今回ね法律の条文にコロナウイルス等の影響などというふうな文言があります。でこれはどう捉えるかですね。で、まあ、証拠出せって言われてないから、まあ、いらないっちゃいらないんですけれども、コロナウイルスとの影響などです。これ、影響って書いてあったらね、ちゃんとね、コロナウイルスの影響っていうのを証明する必要あると思うんですけど、などなんで、これはふわっとしてますね。例えば、広告関係の方が、まあ、5月から広告のね、仕事がガクンと減りました。でも、それは、その人の実力なのか、そもそも広告のね、パイ自体が減ってるかなのかってやっぱ分かんないわけじゃないですか。なので、まあ、広告自体大企業がね広告費を抑制してるのは事実ですから、まあ影響があるっちゃある、能力不足かもしれないけど影響があるっちゃある。まあこの辺でかなりよく分かんないですし、法律の立て付け的になどって入れてるってことは、結構そこはもうある種法律がもうファジーでいいですっていうような言ってるようなものなので、まあここはまあまあスルー、ある程度スルーできるのかなというふうに思っております。でまあこういった挙げてきましたが、結局のところ、じゃあどうすればいいんだと。不安で不安で仕方がないと。多分私は不正してないはずなんだけど、不安ですっていう質問もいっぱい来るんですよ。でももう、そこは、もうすいませんが、自分で勉強するしかないです。で、さらに言うと、まあ心配性な人に言っときますけど、ちゃんと説明できる根拠と証拠があれば大丈夫です。先ほどの、お医者さんの資格持ってるけど整体院やりますみたいな、ケースで言うと、いや今回の東京都のね休業要請っていうのはやっぱり3密の問題だと、3密を避けるために施設に対して行ってるものだから、施設っていう面を考えると整体院っていうのは解消だから、まあ、医師免許を持ってようが持ってまいがやっぱり整体院っていうところを重視すると大丈夫じゃないかっていう根拠をやっぱりね考えて、じゃあそこでどういう意識活動を行われてないっていう証拠をどう揃えよう、ちゃんと自分で法律を読んで勉強してそこから導き出される根拠と証拠、これをちゃんとあればまあ自信を持ってください。それダメならもう仕方ないです、ね、もうやっぱ自分誰かに聞いて OK だったから私も OK かな、それじゃないです。ちゃんと自分で勉強して根拠と証拠、これを見つけるっていうことが、ね、今こそ大事なことなんじゃないかなと。それが、まあ、個人事業主であったり経営者であったり、まあ、会社活動っていうのは基本的にはやっぱり自己責任なので、やっぱり自分で勉強するっていうところをですね、改めて考えた方がいいんじゃないかというふうに思っております。といったところでですね、このチャンネルでは税金、経済、ビジネス、投資などのですね、得する情報を、勉強のある情報をお届けしようと頑張っております。本当にね、今回新しい制度もいっぱい出てきて、これまでやってないような作業をね、することになったフリーランスの方、会社経営の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
まあそれも含めて経営ビジネスなのかなというふうに思います。このチャンネルでもですね、できる限り協力していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。